今回はですね、ここアメリカのラスベガス、2016年ラスベガスセマショーに来ています。で、この新しい、エアロパーツですね、 RX7 を展示させていただいています。彼はですね、アメリカの、まあ、僕の良い友達で、ジョニーと言います。彼の車を使って、今回は展示させていただいています。So this vehicle took roughly 8 months to build. It seems like a daunting or a numbering task to build a vehicle of this magnitude in that short frame of time. But the vehicle was made for Time Attack. I've always been a function over form kind of person. This vehicle blends both function as well as what I see as the Mazda RX-7 should be.これはですね、マジック TCP マジック T、G-Face ワイドボディキットタイプ TT と言います。あのタイプ TT という意味はあのタイムアタックバージョンという意味なんですけど、まあ、大きな違いはこのフロントディフューザーがものすごく、まあ、長くてですね、下の空気抵抗を考えています。それとここがですね、今回新しいパーツで、サイドステップディフューザーと言います。まあ、フロントがワイドになっている分サイドもワイドにして、でその分空気抵抗を考えて作ってます。それと、まあ、合わせてここのサイドのですね、まあ、空力が欲しいということでサイドのカナードを作りました。それとですね、これが、まあ、リアフェンダーなんですけど、リアフェンダーは 6.5 センチワイドになってます。で、まあ、ここはあのタイプ TT と同じなんですけど、もう今回の車はとても綺麗に作っていただいて、もう本当に喜んでます。またこのセマに戻ってくれるよう、来年も頑張ります。